夕バラ、先週に引き続き愛媛の食盛り上げマップ。すごいとこに来てませんか。そうなんですよ。これすいません、過去一番じゃないですか。夕バラ市場、はい、めちゃくちゃ上がってきました ね。内木アナと日本食研歌う宣伝広告課長伊藤さんが愛媛の美味しい食材を求めて県内を巡るこのコーナー。今回お邪魔したのは内子町の山あい、ノーベル賞作家大江健三郎のふるさととしても知られる大瀬地区。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出迎えてくださったのはこの大瀬で野菜や果物を育てている谷岡さん。上がってってますよ。まるでアトラクションみたいな感じですけどね。山の中をどんどん進んでいく感じ。標高500メートルの場所にある谷岡さんの畑で栽培されていたのは、うわ、ものすごい実がなってますけど、これは冬柿です。冬柿、はい、柿の里としても知られる大瀬。地区の至る所で柿畑を見ることができます。主に3つの品種が栽培されていて、中でもこの冬柿の生産量は県内トップ。もう見てるだけでもうお腹いっぱいですね。まだ早いと思いますけどね。あ、そうですか。なんと採れたての柿を食べ比べさせていただきました。すごい甘い。なんかこう蜜が入ってるぐらいの、そうですね、それくらいの甘さがきました一気に。これはみずみずしいですね。そうですね。今回は今が旬の冬柿を使ってお料理を。マイマイクッキング。ということで、料理を教えていただきたいということですね。楽しみ。とその前に、野菜農家の友達が駆けつけてくれたので、この野菜を使ってクッキングしたいと思います。すごい野菜が出てた。実は谷岡さん、内子大洲に拠点を置く女性生産者グループプライマリーのリーダーを務めていて、北岡さんと二宮さんもそのメンバーなんです。柿に合う食材をと育てている野菜を持ってきてくださいました。じゃあ今日は柿ももちろん麺主役でいますけど、はいはい、この野菜もなんですね。はい、柿とパプリカを使って肉巻きを作っていきたいと思います。大変豪華な展開になってまいりますね。早速柿の皮を剥いて、食べないと想像が全然できないですね。これオリジナル創作料理ですよね。そうですね。薄切りにしたらヘタと種を取り除きます。そして幅1センチほどの長方形にカット。こういうあのお料理はどういう時に考えられるんですか。そうです、やっぱり柿消費したいので、うん、たくさんまあ家にあるので、はい、まあ、どういう風にしたら子供とかも喜んで食べてくれるかなと思って考えました。続いては北岡さんが育てたパプリカ。こちらも縦長に。色がパキッと出ますね、うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。さらに味のアクセントとなるチーズをカット。すべて豚ロースで巻いていきます。柿は多めがいいです。あ、柿入りますね。まあまあ多め、おうおうおう、しっかりギュッ と、 ギュッと、はい、簡単にほどけないようにですね。はい、ほどけないようにで巻いて、ちょっと押さえた方がいいですか。ギュッギュッと、はい、最初チーズなしで作ったりやってみて、はい、やってみたんですけど、柿は乳製品とすごく相性がいいので、はいはいはい、チーズがある方が、ある方が、はい、あの、いいと、美味しかったです。塩コショウで下味をつけて片栗粉をまぶします。表面に膜ができるので、うんうん、カラッとした表面になるのと、あとタレが絡みやすいのでちょっととろみがついたような感じになります。なるほど。いよいよ油を引いたフライパンの中へ。これは火加減はお家でやるときはもう中火ぐらいでいいと思います。中火、はい、もうこれ最初から最後まで中火でいいですか。はい、いいですね、はい、で、あの、粉っぽさがなくなるようにちょっと揚げ焼きみたいな感じです。揚げ焼き、はい、はい、ひっくり返しながらしっかり焼き目がつくまで中火で加熱します。じゃあ最後に、はい、お砂糖とお酒とお醤油を混ぜたものを回しかけてちょっと蒸し焼きにしていきます。あらら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 、絡めて、はい、はい、
ちょっと照り焼き風に、うん、味が入りました。2、3分味をなじませれば、うわ素晴らしい。これで完成です。完成、柿の肉巻きです。おいしそう、はい、びっくり。さらにコマーシャルの後は、もむだけもむだけ30秒、これこれ、しっかりした味、つくつくジューシー、おうちで簡単柿キムチ。ゆうばら愛媛の食盛り上げマップ。今回は内子町大瀬の富有柿。次は柿のキムチ和えになります。もう一回お願いします。柿のキムチ和えです。柿の、はい、キムチですよね、はい、あのキムチですよね。キムチです。あまり聞きなじみのないお料理ですが、作り方は至ってシンプル。袋にきゅうりとミニトマト、そして大きめにカットした富有柿を贅沢に投入。結構これぐらいゴロゴロ、ゴロゴロがいいです、はいはい、最後に市販のキムチの素を入れて、あと少し揉んであげてください。はい、はい、これはこのワードを聞きますと、あ、もう、はい、揉むイコール、はい、伊藤さんが浮かぶんですけど、揉んですでに30年。お形を壊さないように優しく揉みながら味をなじませます。これどれぐらい揉むんですかね、うん、30秒ぐらい。あ、30秒ぐらい、はい、じゃあちょうどいいのはございます、はいはい、揉むだけ揉むだけ30秒、これこれ、しっかりした味、つくつくジューシー、はい、揉むだけした味30秒っていう感じですね。ですね、さすが達人。揉むだけ揉むだけ、もういいです、はい、すいません、止まらなくなるんで。早くもこれで完成。1日寝かせればよく味が染み込んで、また違った味わいになるんだそうですよ。あら、見た目すごい神々しいじゃないですか、ね、しっかりこうキムチの加工心情、はい、唐辛子が、ね、はい、絡んでますね。さらにさらにデザートも、すべてご自宅で簡単に作れるものばかり。とってもカラフルでいいですね。見てるだけで本当食欲が湧いてきますね。いや、これマジすごいですね。いやでもフルーツとしての柿だけじゃなく、おかずや、うん、あとお漬物みたいな感じにもちょっとでも楽しんでもらえたらなと思ったので、まずは柿パプリカの肉巻き。おいしい。柿がいい感じにお肉と馴染んでる、うん、肉のこう油を中和する感じで少しずつ甘みが出てくるんですね。でこうある程度シャキッと感も残ってて、食感のアクセントにもなるし、でも他の野菜ともぶつからない、それぞれがこういい感じでハーモニーを奏でてるっていう、これは絶品ですね。ありがとうございます。心配無用ですよ、こんないやすごいドキドキして、本当に美味しい。はい、よかったです。続いて彩り華やかな柿キムチ。あら伊藤さん、あら、ありでしょ、はい、ありですよ、ありでしょ、あら、止まらない。この甘がら感がすごく癖になりますね、うん、なんか果物感が全然なくなってて、これだったら白米があっても一緒にいけるくらいの、はい、いけますいけます、で1日置くとちょっとねっとりするので、はい、それもまたまたお好みですよね。そうですね。でもこのレシピも素晴らしかったと思います。簡単ですしね、はい、せっかくなので二宮さん北岡さんにも食べていただきました。うん、本当ご飯のお供にすごく合うと思います。美味しいです。よかったです。言葉が出なくなるくらい美味しいです。これ本当におかずで、早速食卓で作りたくなりました。これからの時期、ますます美味しくなる柿。デザートはもちろん、おかずや漬物など、皆さんも食卓の彩りにいかがですか？農業って男性のイメージありますけど、女性の方とかお母さん方も
たくさん活躍されているのが農業だと思うので、うん、ぜひ皆さんにもそれを感じながら柿、うん、野菜食べてもらいたいなと思います。